もう泊まりになった。もう今日帰るところ。あ、今日帰るところ。ええじゃないですか。残しますよこうやって。ね、なかなか意外と残らんもんやからみんな。記念でこういうことあればね。ちょっと見ますね。ありがとうございます。肩こりどうですか。頑張ってください。普段は別にそんなにない。基本的になんかこう体きついところあります。結構背中痛くなる。ああ、背中ね。大体ここかな、こういうところ。そうそう、そこ硬いね。こうね、じゃあちょっとあの肩とね、こうね、若干やっていきましょう。いきますよ。あ、うまいな。いやいや、どうぞ。先輩方と囲まれて、ちょっと俺自分緊張気味なんですよね。またまた。おい、大分県では本当少ないんで、こういう野外 YouTuber っていうの、本当。名古屋とかでも意外と多いんじゃないかな、そういったことをイベントね。あの、YouTuber 的な人っていう。結構見ます？見たことない？こういう YouTuber やってる人なんかその辺で撮影してる人とか。ああ、いや、まあこういう辺ではじゃあ地元の方で。ああ、東海オンエア。ああ、有名すぎますね。まあでもあの YouTuber って大概みんなあの室内ですからね、やっぱね。まあでもあれだな、肩も別に凝ってないわけじゃないですけどね、本当ね。ちょっとだけね、こう残りありますんで。本当にもう、ちょうどいいぐらいに無料でやります。手形はどうですか。うん、じゃあね、ちょっともう肩は、まあ、そこまで凝ってないけど、この幹部行きましょう、こうね。硬いな、背中も硬いな。ちょっとまあこうなくしちゃったからね。はい、行きます。いいですね。それなくてもいい。どうですか、こう。ちょっとくすぐったいよな。じゃあね、こうね、ちょっとあれやってますよ。両手やったら多分こっちがいいかな。これどうですか。これは大 OK ですね。多分ね、片指やったらこう、こすばいい。こうやれたらこすばいいです。大体あれですね、こう、腰回り悪いですね。なんかこう、デスクワーク的な。あ、そうですね。やっぱそうですよね。まあでも意外とこう、肩回りがいいんで。まだマシですね。ガチガチやってガチガチですもんね。やっぱデスクワークなんで、ほら、首こりとね、頭痛が激しい人多いんで。いや、でもね、こういうこともいいじゃないですか、ほんと。たまにはね。こっちでね、せっかくイフインってね、なんかね、残せるものってなんかこう、意外と皆さんこうね、あれなんで、食べ物ぐらいが多いんで。イフイン、あの、食事どうでした？美味しかったです。美味しかったですか？なんか、どこの旅館？あ、調子してます、調子。止まったことはないですけど、まあでも大体どこもこもね、料理のね、あの、知ってる上なんで。そうなんです。高いですけどね。比較的。左より右の方が若干硬いかな。マッサージ受けない方ってね、これやったら、ね、うん、こう地元で帰ってね、こうね、背中やるといいですよ、ほんと。若いうちからこう、ほぐしておくと、本当健康のね、貯金になりますんでね。やっぱ筋肉なんかね、ほんとね、やっぱどん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 、抱えていきますんでね。もう、スパイクまで体はもう、大事にしちゃってください。若いうちから。弱敗者ですけど、まだ自分。これこそばいい。そう、こそばいい。やばい。やっぱ右の方は硬い。じゃあ今日はもうこのまま荷物を前巡って、このコースは。もう3時の高速バスで福岡へ。あ、福岡行くんか。はい。乗り継ぎって感じ。そうです。ああ、なるほどね。福岡とかは結構行かれる？ここはそうでもないか。福岡は多分もうなんか経由地みたいな。ああ、ですね。まあでも向こうもね、結構ね、ラーメンや何や食べ物はメッカですからね。これね、これと、ちょっと待ってね。
背中と、うん、ちょっとハンドやるかな。ちょっとだけハンドやりましょうか。せっかくなんで、どうぞ。はい、終わりますね。肩甲骨を、まあ、基本的にはもうほぐす、指が入っちゃう、指が入る、ほぐす。いや、硬い人おるんですよ、あの猫背の人とかも、特にあの肩甲骨がもうすごい猫じゃない。背中硬いんで、この起立筋部分で、そこはやっぱ背中が硬いってなると、こうどうしても猫背になればなるほど筋肉って張ってきますんで、まっすぐ立てば緩くなりますので、ね、ちょっと寝ましょう。あ、でもね、肩甲骨入れても入る入る入る、こうやってこっちから見てあげてみます。うつるとあかんそう、そう、そう、こう、肩甲骨、そう、そう、入る入る、うん、そう、そう、これ入らない人もいますからね、全く入らない人。そうなんですよ。ちょっと、もう一度。はい。ありがとうございます。なんか嬉しいな。カメラマン。すごいね。入る入る、健康健康。まあ、ここは原因じゃないかな、猫背のね。まあ、あくまでここら、ここのね、このラインの。まあ、でも大丈夫だ。じゃあ、これで。はい。一番前。こんにちは。韓国人、YouTuber。どうも、やれやれ。オッケー。よし。やってきます？YouTube 撮ってます。全然開いてます？ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとでも気持ちよければ幸いです。よかったです。ありがとうございます。よかった。またありがとうございました。ありがとうございます。良い旅を。